吉田さん、お疲れ様です。今日はね、なかなか面白いエピソードがありました。というのがね、私のところに、ちょっとクレームではないんですけども、なんか突っかかってくる方がいらっしゃってね、突っかかるっていうのも言い方もちょっと激しいですかね、なんか自分なりの意見を言ってくださる方がいらっしゃって、私の動画を見てずっといるんだけども、こんなことでね、稼げるわけがないのに、なんでそんな稼げてるふりをするんですかみたいなことでね、始まったんですよ。で、私がね、私は稼いでますよと信じてくださいって言った放送したことはありません。ただ私は今隠居していて、毎日360日自由に暮らしていて、で数年前に家を買ったのも一括で買いました。で次の年には改装費用かなり、何百万かかけて家を建て直しました。それも放送してます。プラス、47都道府県のオフ会にずっと行ってました。それも全部放送してます。どう考えてもこれ私勤め人してないですよね。で、日々放送はしてるけども、その放送の合間に何か重労働してるかってことも多分考えられないと思うんですよ。そもそも47都道府県行くのに私1年半かかってますからね。プラス海外に3回行ってるわけですよ。で、海外の塾生さんにも会ったりとかね。で、海外に行くとなればそこそこの日数いるわけですよね。その中で私はどうですかね、稼いでないように見えるんだったらそれはしょうがないじゃないですか。だからそういう方を説得しようとは思わないよっていうことなんですよ。で、そんな方法で稼げるわけないっていうふうに言ってますけども、それはどう考えるのも自由なんですけども、私は例えばね、稼いだ瞬間とか逆に損失を出した瞬間、こういった思い出のポイントでは必ず動画を出してるんですよ。で、それだけじゃ足りないんで、さまざまな動画も出してますと。で、私によって稼がしてもらった人のこともたまに取り上げることもありますしね。じゃあどうやってその稼ぎってものができてるかってことも何回も説明しましたよね。で、とりあえずは稼ぐってことは商品を売って、商品を買ってくださった方に対してお金をくださいって言ってるわけなんですよ。その繰り返ししかありません。もう他には何もやってないんですよ。じゃあどうやってね、商品が欲しいっていう人に対してアプローチしてるかっていうと、逆なんですよ。これアプローチしてないんですよ。向こうからアプローチが来るんですよね。例えば今日もですね、速稼塾の詳細を教えてくださいっていうふうに連絡が来ました。これ私が頼んだわけでも何でもないんですよ。メールボックスを開けたら、そういうメールが初めましてっていう風に入ってきて、何、初めましての人は誰なのかなと思って開けてみたら、そういう風に書いてあるんで、じゃあ返信の動画を撮って、で速稼塾の説明を一覧にした、参加概要っていうのがありますね。それ文章なんですけど、それをお送りしたわけですよ。まだ返事はないです、先ほどお送りしたところでね。そういう風にして速稼塾ってものをセールスするチャンスっていうのは向こうから舞い込んでくるんですよね。でもそんな方法で稼げれるわけないと言ってる方の背景を見ると、おそらくですけども、配信をね、発信をそこまでしてないと思うんですよ。例えば毎日のように18信20発信50発信をしていて、それで数年経っているって状態で全く稼げないっていう方が私に対してそういうことを言ってるんだったら、それは仕方がないなと思いますし、暗号通貨、例えばカルダのエーダをプレセールで買って、そして今ね、プレセールで買った 0.2 円のものが現在200円近くになってる、1000倍になってることを考えたときに、それでも儲かってないですかっていうふうな反論があるんだったら聞きたいと思いますし、特に私はね、自分のことを信頼してくださいっていうふうに言ってるわけではないんですよ。ただいろんな情報の選択肢の一つとして私もありますよってことぐらいは言わせてもらいますけどね。で、本当に稼げてないんだったら私もこの暮らしに成り立ってますかね。だって私の放送っていうのは、この家がある前から赤字の麻雀店、もっと言ったらですね、滞納してる家賃の17平米の1000枚マンション、倉庫みたいなところから YouTube って始まってるわけですよ。で、なんですかね、ウォーターサーバーをたたたしい口調で説明したりとかね、ズタボロのところからやってるわけですよ。で、最初はインターネットよりもリアルの方が慣れてたんで、リアルセミナーばっかりやってましたからね。そこまで見てらっしゃらないと思いますけども、今回のね、動画で何が言いたいかっていうと、何が言いたいかっていうとね、その方をね、解き伏せたりなんとかっていう話じゃないんですよ。いろんな形に見えるってことなんですよ。私の放送は、例えば今回の放送ね、多分こう10分前後でしてると思いますけども、この放送は私の発信一種類でやってるわけですよ。この放送を補填する放送ってのは別にやってないわけですから。ただ放送者は1人でも、受け取る人が100人いたら100通りの解釈が成り立つんですよね。で、もちろん確かに稼げてるんだろうなっていうふうに思ってくださる方もいると思いますし、確かに余裕な人生を送ってるんだろうなっていうふうに感じてらっしゃる方もいるかもしれませんけども、その思いは私が強要したものではないんですよ。だから誰がその
クリックボタンを押して誰が問い合わせのメールをしたんですかってことですよね。全て自分でいろんな情報や出会いの中から選択してこの人と決めた人にアプローチしてるわけじゃないですか。だから私はね、私に問い合わせてくださいとかね、チャンネル登録お願いしますとかね、やったことないですからね。多くの YouTuber さんはチャンネル登録お願いしますとか言ってるでしょ、お願いしてやってくれるんだったらそんな簡単なことはないんですよ。お願いするぐらいではダメですね、だから向こうから頼まれてチャンネル登録させてくださいとかね、ぜひ速稼塾のことを教えてくださいって言われるぐらいじゃないとなかなかもう成り立っていかないんじゃないかなと思います。ということでね、5年後に生き残る条件の10個の条件のうちの2つ目なんですけども、営業するなってことを私はずっと呼びかけております。要するにこちらからねご利用し方でセールしないと受け取ってくれないし、立ち止まって見てもくれないような商品だったらまだ不足だっていうことなんですよ。今の時代はたくさんの情報がある中で積極的に探してあなたじゃなきゃダメなんだって言われた時に初めて商品の内容をお伝えするぐらいじゃないとなんかうまいことやっていけないと思うんですよね。それこそね、畳みかけるようなセールスとかプロダクトローンチとかあと3日で値上がりしますよみたいな煽りなんてのはもう時代遅れも甚だしいし、トラブルの原因になると思うんですよ。私はそういうスタイルじゃないですね。だからこうやってのんびりできているのかなと思います。ただしですよ、最初はご利用しないとダメです。スキルがないわけですから、スキルがないうちは情熱とかね推しで売らないとダメですよね。でそれができて安定してきてレベルが上がってきたらセールスしないセールスっていうのが完成すると思うんですよね。そんな形でね、いろいろとやり取りをする中で、結局稼ぎたいんですか、稼ぐのために何をやるんですかっていうふうな最後の私の質問に答えることはなかったってことなんですよね。だからもしかしたら、なんかねがっかりしちゃったのか、なんかいろんな思いがありますんで想像はね無数にできると思いますけども、そんなこともあるってことなんですよね。でもそういう方に対しても一生懸命私はとりあえず質問には答えていきました。ただこちらから説得材料を無限に出すことはしないですよね。聞かれたことにシンプルに答えて、そしてどう思われますっていうのはねよく挟むんですよ私は、これで稼いでるんですかとかね、 YouTube からの広告収入はこれこれだと思いますけどそんなもんでやっていけるんですかっていうふうに言われた時に、どう思います、私の速稼塾って商品売れてないと思います、私は本当になんかね余裕な人生を装って、放送をやってると思います、必死で YouTube の本数を上げるようにやってると思いますみたいな、したらね、何とも言えないけどみたいなことをよく言うんです。何とも言えないけどこういう人もいますしねっていうから、だからそういう他の人の例を持ってくればいくらでも言えるけども、その人じゃないですよね私はね、100人の人がやってる、100人の人がやってないっていう例を持ってこられてもそれは私じゃないんで私に当てはまんないですとむしろ私は他の人がやってないような道を歩いてるし、発想しないことを実現してるし、なかなかねそういった一般論を持ってこられても私には本当当てはまりにくいですよという形でね、受け止めることはしたかなと思うんですけどね、そういう方もいらっしゃいますよ。おかげさまで、チャンネル登録者数もちょっとねまた増えましてね、何人かになったんじゃないかなと思いますけどね、何人でもいいですけどね、こうなったらね、はい、いろいろとあるもんですよ世の中、楽しいなということで今回はジ・エンドでございます。いや、やらないとね見えない景色が多いですよ。やんないと見えない景色が大きい、だから私はね YouTube を1000本程度撮った人の景色は見えます。5000本まで行った人の景色も見えます。1万本突破した人の景色も見えます。10万本突破した人の景色はまだ見えてないですね。それだけかな。